あ、ふこさん。あ、こんにちは。こんにちは。ここは、はい、初めて来ましたね。そうですね。ここは、兵庫県の JR、塩谷駅。塩谷駅の前。私びっくりしました。はい。は私も初めてここ来たんですけど、海なんですね。海がもうすぐそば。電車で来たんですけど、あの、急に、急に海が現れて。あれ、須磨だね。須磨の海岸。はい、そうですね。そうだからちょうど三宮から明石に向かう途中ぐらいのね、ちょうど中間地点で、その須磨の海岸の、まあ、海岸沿いのあれちょっとドキドキした、それはもういいとこですね。東京で言えば湘南みたいな ね、 そうですね、イメージの。今日はここにね、はい、あのうちの藤村忠久商店で、はい、あの扱っているピザ、はい、アキラッチさんってことね、非常にね珍しいこの冷凍の仕方でね、ピザをあのお宅に届けるっていうね、あれまあ随分と皆さん好評なんですけど、はい、今回はそのあきらちさんのお店が実はこの塩屋っていうところにあるっていうことでね、はい、お店を今日は行ってみると、はい、さらにちょっと新しい味をね、はい、あ今日はあのいくつか、はい、藤村忠久商店専用の味をちょっと、はい、今回あのここ先ほども言いました通り海が近いので、うん、海が近いんで海産物、そういうことです。いろいろありますからね、はい、それをちょっとね、今日は楽しみ、はい、あともちろんね、ピザ屋ですからワインもあるという、いうことでね、はい、この塩屋の駅からすぐ近くっていうことなんでね、ちょっと行ってみましょう、はい、じゃあふーちゃん、はい、行ってきますっていうような感じで、はいはい、今日は美味しいピザを食べに行ってきます。あ、いいですね。ここもあの塩屋の駅の、はい、高架下、そうですね、あ、これですな。ああ、どうも、こんにちは。こんにちは。お邪魔いたします。あらららら。よろしくお願いします。あらあら。もう、臨時休業なんて言っちゃいましたけど。あらあらあら、じゃあちょっと、あ、そうですか。渋いところにありますね。はい、へえ、じゃあちょっと、おいい感じじゃないでございますか。へえ、ちょっとじゃあ、お邪魔いたします。はい。はい。今日はちょっとハプニングがあって、ピザ窯と、ピザ窯壊れたの？だからあれなんですね、臨時休業なんですね。私今ちょっとね、いやそんなそこまでこんな書き入れ時の時って思いましたけど、あ、そうですか。ワインとかあります？赤か、赤ですね、はい、あとはイタリアのビールとかも、ああそうですか。ちょっとまずイタリアのビールいただいちゃいましょうかね、私ビールと、もうあのグラスの赤ワインちょっともう一個、ふこさんはまあお水で、これお店のメニューですね。あ、これね、とにかくありますね。ダブルチーズマルゲリータ、うまそうで。クアトロフォルマチなんて、ふごさん一番好きじゃないですか。大好きです、私。ね、必ず頼みますもんね。はい、札幌いるときもね。はい、塩や海苔のロマニスタ。そうなの？海苔なの？海苔ですね。へー、なるほど。いや、もうピザだけでもこれだけ種類。これだけの種類ありますね、やっぱピザがね。すいません、イタリアのビール、はいはい、ナポリのクラフトビール。あ、そうですか、はい、ピザのために作られて。あ、そうなんですか。多分ピザ来る前に飲んじゃいますけどね、これね。ちょっと入れてみましょうね。いやー、うぃーす、はい、あ、じゃあ乾杯、はい、どうぞ。はい、っす。うん、うまいね、これは。いいね。うん、ね。あ
あの10個ぐらいかな、はい、こんな組み合わせどうですかみたいなリストいただいて、はい、でも中さんね、はい、3つほど、はい、ちょっとねもうこの釜のないところで今必死にね、はい、やってますからねどのように焼いてくださるのか、ここにねカウンターにねいろいろ塩屋さんのものがあって、はい、なんかちょっとだからちょっとその中でね、うん、あのピザにもありましたねこの、はい、塩屋の塩海苔、はい、これ塩屋さんここ塩屋って海苔作ってんだね、はい、ということでこれちょっとね今つまみに一個買って、はい、ちょっとふーちゃんあげてみてちょっとそれ、はい、つまんでおーいいじゃないこのようにはい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 、あ、うん、うん、おいしい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 、うん、あ、おいしい、おいしい。三宮まではね、もちろん中華街もあるしさ、来るんだけどさ、三宮から先ってなるとやっぱりね、ちょっと来ないもんね。初めて来ました。やっぱり初めて来た俺も。大阪に住んでるんですけど、うん、なかなかこっちの方まで来る。そうね。そうね、神戸から先はないよねやっぱりね、でもちょっとだけ20分ぐらいかな神戸から 2、30分、これでなかなかね、うん、ちょっといいあの相撲の海岸もやっぱいいしね、そうですね、うん、海水浴できるらしいです、ね、うん、あと潮干狩りも書いてあったね、あ、そうなんですね、うん、いいですね、ちょっとやっぱり普段海に触れるってことがほとんどないので、そうだね、こうやってこうお前に海は似合わないからね昔は沖縄にね、よく家族で行ってたけど、はい、ね、お前はなんかそこではしゃいでるのを見たことがないもん、そうですね、なんかその、うん、せいぜいその波打ち際でパチャパチャぐらいパチャパチャやる、行きましょう、ありがとうございます。これまずは何でございましょう、ダブルチーズマルゲリータに自家製サルシッチャというイタリアのソーセージなんですけども、はい、を乗せた、はい、はい、おい、私ね、これちょっとね、はい、行きたいなと思ったんですよ。いいですね。王道で。はいはいはい。カルシッチャーっていう。そう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 。ここは冷凍のものをすごくこだわって作ってて、はい、で、その、皆さんのご家庭に行くのと同じ焼き方で今、そうですね、焼いたっていうことなんでね。お店では本来釜で焼いてんだけど、そうですね。良かったのか悪かったのか釜が壊っちまった。そうですね。ちょっと、一度ね、行きますよ。うん、まずね、こう分厚いですね。そうですね。意外とね。ふかふかです。ああ、これ。いただきます。うん、落ちたぞ、お前、随分さ。具をさ。うん。いや、なんかもう、もうね、匂いがうまそうだよ、これ。もう、ここの端っこがカリッカリなんですよ。カリッカリでね。非常に美味しそうですよ。いただきます。お家で、こういうふうに焼けるというね。いただきます。はい。熱いのにどんどん入れんなよお前、うん、お今感想も言えねえだろ、熱々でお前、あ、うん、これはですね、うん、一見王道に見えるんですけど、はいはいはい、このマルゲリータ、お、王道です、王道に、うん、サルシッチャが加わったことで、加わったことによってよりこう、こうパンチの効いた、パンチが効きます、はい、うん、お肉が乗ることで、よりこう味に深みが出ると言いますか。わ、そうですか。非常にこうなんか新しいマルゲリータ。そうですか。ちょっと濃い、あ、マルゲリータみたいなイメージ。そうですね。非常に美味しいです。あ、そうですか、はい。ちょっと私もいただきます。うん。これはまた確かにマルゲリータのあのあっさり系の上にこうきますねこれ。確かに。パンチというか、こう、うん、一刻という、アクセントが。合いますね。これはだから。さっぱりだけじゃない。うん。感じが。これが自家製のソーセージ。美味しいですね。うん。うまいです、うん。あ、これは割とボリューミーな感じが、ね。そうですね。あるね。でもなんか重たすぎない感じ。はいはいはい、はい。なので、これは美味しいね。非常に美味しいです。うん。うん。あ、うん。マルゲリータなんだけども、マルゲリータとちょっと違うよっていうこのパンチの効いた感じ。来ました。
スがクワトロフォルマチにアンチョビプラス。うわふこさん正解。待ってました。やっぱりね、はい。ちょっと気になりますよね。クワトロフォルマッチはね、俺もやっぱりね、ピザのね、はい、あとチーズの美味しさだけ。はい、でも確かにアンチョビを合わせるってもう聞いたことなかったんだよね。そうですね。やっぱりこう、うん、蜂蜜をかけて、かけるって甘くしてこう食べるっていうのが、うん、割と王道なのかなと思います。しょっぱいっていう。そうですね。いやちょっとどんな味なの。ちょっとどんな味なのか。はい、ありそうでなかったっていう。そうですね。ところにね、私ちょっと惹かれました。うん、楽しみ。いただきます。はい。ゆっくり味わってくださいね。どうですか。うん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 。あ、すごい。これはですね。はいはい。クワトロフォルマッチ。はい。新しい形です。そうですか。これ。おや。なんか。クワトロフォルマッチってやっぱ蜂蜜で甘いイメージなんですけど、うん、イメージはね、こう非常にアンチョビのパンチが、うん、効いてます。またパンチがだいぶ効いてますね。だいぶ効いてます、はい、こう咀嚼していくうちに、うん、咀嚼していくふわっとこうアンチョビの香りが、うん、口の中に引き立って、このなんかチーズのマイルドさと、マイルドさとアンチョビのこの強いガツンっていう、この、そうですか、お魚な感じ と大丈夫ですか。なんかチーズの美味しさ消してません。いや大丈夫。これが、うん、一緒になるからアンチョビが強すぎなくて、そうなんですか、非常にマリアージュしています。本当ですか。アンチョビだけだけだとね、まあ、しょっぱい、しょっぱいし、うん、お魚っていう、お魚か、魚感ありますよ、はい、うん、なんですけど、チーズが入ることでやっぱりこうマイルドに。本当に、はい、お前食レポすごいな。意外といや俺はいいものずっと食わしちゃうから、ちょっとじゃあ俺もいただきます。しばらく噛み締めた方がいいと思いますけど。ふこさんね、おっしゃる通り、これね、すぐ感想が出ない、はい、中でおっしゃる通りマリアージュ、ね、はい、チーズだってクワトロってこれ4つ入ってるわけですよ、はい、それとこのアンチョビが交わるまでちょっと時間かかります。これかかりますね。やっぱり甘みがね、いまいちな人もいらっしゃる、はい、チーズは好きなんだけど、うん、じゃあね、男性に多分多いと思いますけどね。これ多分私お酒飲まないからあれなんですけど、うん、結構そのお酒に合うような、ああ、合います、なんじゃないかなと思います。赤ワイン、はい、合うんじゃないでしょうか。ああワインに合います。あ、アンチョビってね、やっぱり量を気をつけないとね、かなりな主張が強い食材だから。そうですね。でもこれ量的にちょうどいいですね、うん、単なる塩かけるともやっぱりもう当然違うわけですよ。違いますね。アンチョビっていうところの塩加減っていうのはこのピザ、うんうん、魚っていう感じでもなく、じゃあないです、ないです。それが合わさった時に非常に不思議なマリアージュが生まれる、うん、これだからちょっと一回これはね、うん、皆さんぜひちょっと試してもらいたいっていう感じやね、うん、うん、おいしい。来ましたよ。ゴルゴンゾーラと焼き芋の。うーわー、いやー、美味しそう。こちらお好みで蜂蜜が。蜂蜜を。ゴルゴンゾーラ、下にありますね。ありますね。青カビのチーズですからね。これと焼き芋。ちょっとゴルゴンゾーラっていうのは臭みが。臭み強いですよ。強いですよ。苦手な方もいらっしゃる。いますよ。私なんかはね、割とね、実は苦手なんですよね。臭すぎるのは。ゴルゴンゾーラ一辺倒っていうのはなかなかね、食わないんですけど、ここに、私ね、この、焼き芋を加えるっていうね。これは。見たことないです。一体どんな味なのかで、プラスで蜂蜜っていうことで。蜂蜜っていうことだよね。蜂蜜をかけるとある程度甘い感じになるのかな、うん。ちょっとね、いい印象つくんですけど、はい、ちょっと一回じゃあ風子さん、まず蜂蜜なしでちょっとね、はい、食べていただきましょうか。ちょっと食べてみようと思います。俺はもう
直感で合うと思ったっていう。ふうこさんもそうでしょ、はい、一番最初にこれ選びましたもんね。美味しいだろうなと思うんですけど、それがどんな味なのかっていうのちょっと今まだ想像できてないんですけど。いきましょう。いただきたいと思います。これもじっくり味わわないとやっぱりなかなかね。いきましたね。味覚っていうのはある程度整理つかないとやっぱりなかなか言葉にねできないですもんね。これはですね、はいはい、現時点ではですよ、はい、現時点では、うん、若干ゴルゴンゾーラが強いです。なるほど、ちょっと強いのね。強いです。なるほど。なんですけど、かすかに今この焼き芋の甘みが、うん、そうですか、感じられるんですけど、へまだ多分ゴルゴンゾーラが強い。ことで、これですね。なるほど。なるほど、ふうこさん。で、やっぱ青カビだし、強い。なるほど。想像で、想像ではもう少し、焼き芋との、この、おっしゃる通りにマリアージュがね、今、これは、ね、これはこれで、なるほど。はい。ちょっと、蜂蜜をかけてみました。はい。これで、どうなんでしょう。はい。うん、うん、あベットベトに垂れてますこれは、うん、美味しいです。こうゴルゴンゾーラが強かったのが、うん、こう蜂蜜が少しこう急和するようなさつまいもと一緒にこう、うん、つなげてくれたような、あの普通のそのゴルゴンゾーラのピザに、うん、こう蜂蜜をかけるっていうよりも、はいはい、クワトロフォルマチドと同じようなね、はい、意味合いでね、はい、言うよりも、あのこのさつまいも、うん、で焼き芋をのっけてるんですよ、うん、そうするとこの焼き芋の滑らかさ、おこうホクホク感というよりも、うん、滑らかさ、うん、柔らかいしっとり系のさつまいもがのっかってるんですけど、それがのることで、うん、食感も非常に美味しいですし、なんかこう食感が変わるってことね、なんかスイーツ感があるんですよ、やっぱりさつまいもを焼き芋にすることで、はいはい、滑らかでスイーツ感が出て、うん、でそこにゴルゴンゾーラだけってなるとやっぱりこうちょっと不思議な味、ね、美味しいんですけれども不思議な味っていうところを蜂蜜がこうつなげて、なるほど、最初若干不思議な味感があった、なんそれをつなげるっていう、ね、これあの言葉で表しにくいこの味、ちょっと食べてみて、ちょっと食べてみてっていう、ふうこさんすごい食レポですねすごいですね。ちょっとじゃあ私もこのね、見栄えがね、ちょっともうパイみたいに見えますもんね、はい、ちょっと行きましょう。ちょっと最初難しいかなと思いますいかがですか、ふうこさんね、はい、さす、難しいっていうのはね確かによくわかる、うん、甘いのかしょっぱいのかよくわかんないっていう食、うん、こう味覚になるんですよ、うん、だから最初うまいとはなかなか言いづらいんですよ、うん、へえこれは珍しいな。でもこれに、うん、ちょっと蜂蜜、これに蜂蜜ね、最初戸惑うんですよ、戸惑いますねこれは戸惑います。美味しいんですけど、いやそう表現の仕方がないね。確かにこれはね、はい、ちょっといただきますよこれ、うん、うん、いやもう風子ちゃんおっしゃる通り、あ、よかったです、これで味がつながりました、はい、やっぱりね甘みなんすねこのピザは、ね、我々多分このビジュアルから想像するのは、はい、多分甘みなんですよ。そうですね。でも最初この蜂蜜をつけないと、割とゴルゴンゾーラの、はい、食感味がね、が来るんで、はい、そこでね、我々の味覚が戸惑うんだ。そうなんですよね。だから、これは甘いものなのか、しょっぱいものなのかっていうのが、わからない。脳が混乱するで。そうそう、混乱するっていう。なんですよね。そういう意味では、これは非常に面白いピザだね。はい、ええー、これ。それを蜂蜜をかけることで、うん、あ甘いものなんだってこの認識することで美味しさがこう、あの甘いのと不思議なもんで甘くなって、はい、初めてこのゴルゴンゾーラのチーズの味も認識できる、はい、そうですね、
混乱がなくなる。そうです、そうです、そうです。うーん、最初戸惑うと思いますけど、これは非常に、いや、これは面白い、面白いチーズだ。はい、いや、これはいい、面白くて美味しいですね。美味しい、美味しい。蜂蜜はもう絶対必要やね。はい、なんであんな戸惑ったんだろう、戸惑ったんだろうって。知りたい方はぜひこの最初蜂蜜なしで食べていただいて。そうです、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 そうです。これはまず、まず、まずそれで食べてほしいね、はい、よく考えついたもんだ。ちょっと炭焼きピザのカルツォーネになります。本日の具材は、サーモンとほうれん草クリームとなっております。ホワイトクリームソースみたいな感じだ、うん、あのね、うん、包み焼きピザって、うん、昔よく食ってたでしょ。覚えてます？覚えてます。あの、これお店の名前出して大丈夫ですかね、うん、カプリチョーザ日本全国にあります。あの、小樽のカプリチョーザ、うん、いや、私はその中でもその包み焼きピザ、あ、美味しいよね、カルツォーネ、うん、私これが大好きです。あ、包まれていることによってどちらかというとなんかパンに近いような、はいはい、もちもち感というか、そ う,、ね、そう、普通のピザとはちょっと違う感じよね、はい、ちょっと俺から食っていこう。あ、もちろんです。うん、どうだろうね、はいはい、おうん、うん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 、いかがですか、うん、お味の方が、あのね、ふうこさんみたいにうまい食レポができないね。あ、じゃあちょっと私行ってみましょうか、それ、うんうん、はい、一回行ってみますね、うんうんうん、カルツォーネ、うんうん、やっぱりまだね、感想が定まらないうちはまずは食いますもんね。これ大事ですわ。すぐ言えないです。ちょっとなんか、まあホワイトソースがあって、ほうれん草の味は、うん、うん。今もうまとめるためにガンガン食うもんね。これはですね、うん、先ほども言いましたけど、はいはい、カルツォーネ。カルツォーネ、うん。どちらかというとパンに近い感じ。はい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 、非常に生地がもちもちですね。うん。うんうん、やっぱりこうピザのあの状態だとやっぱりカリカリだったりとか、うん、はい、カリカリ、はいはい、ちょっとなんかその具材が乗ってるところはちょっとへにょっとしたりすると思うんですけ ど,、うん、どこれはもうずっともちもち、もうずっともちもち、確かにもちもちですね、これね、はい、非常にもちもちで、あ、こっちの方がこうなんかお腹にたまる感じ、ほう、逆に結構がっつりくる、うん、具材が多いからね、はい、うん、なんで私が最初二口ぐらい食べたかと、はいはい、言ったか申しますと、うん、やっぱりこう生地がもっちりしていますので、うん、具材にたどり着くまでちょっとかかるんですね。なるほど。それぐらいこう生地に厚みがあって、うん、もちもちしてて、うん、でなんですけど、その具材はもうもちろんその皆さんがこう、うん、ご想像するようにほうれん草、ほうれん草、クリーミー、うん、非常に美味しいです、うん、さっぱりしてて、うん、まあ、これは結構でも なんだろうな、ちょっと、ね、持ち歩き、持ち歩き系のね、テイクアウトでなんか食べるようにちょうどいい。それは最高にいいですね。これは外で食べるテイクアウト。はい。テイクアウトで食べる。非常に美味しいと思います。ふうこさん、素晴らしい。はい、私、そこまでの結論に至りません。食べてるうちにね、うん、まあ、うん、ぐらいでした。素晴らしい。あれですね、ふうこさん、食レポすごいですね。いや、私、本当に感心しました。本当ですか。そう。うん。そうだ、もちもちだ、これ。うん。うん、3種類食ったでしょ、どれもやっぱりね、ちょっとね、いい体験だったでしょ、ふうこさんね。初めての体験。マルゲリータっての最初のやつは、うん、あれは割と安心して食べていただける。そうですね。うん。クワトロフォルマッチに、はい、アンチョビっていうのも、ちょっと一回食べてから、うん、こう、だんだん判断がね、うん、後でアンチョビの味が出てくる。うん、で、最後の焼き芋とゴルゴンゾーラは、最初食った時に整理がつかないっていうね。でもそこに蜂蜜を入れることにっていう、この、まあ、たまたま選んだんだけど、3段階がね、ちょっと楽しいかなと思って。楽しいですね、俺らの順番で食ってほしい。そうですね。
これどうですか、3枚セットとかで、はい、うちで、いやこれにね足すとかね引くとかないっすよ、うん、やっぱり、ね、このまんまの体験を、うん、じゃあ1回、うん、ちょっと限定で、はい、これ藤村忠社長店でこれ売るということで、はい、3種類、はい、一気にね、はい、これを見て、はい、その後は実際に食ってもらったら、はい、風子が言ってたのがねどれだけ的確かっていうのは、はい、よくわかるですし、あとこちらアキラッチさんでもねぜひ足を運んでください。私も結局ね釜で焼いちゃ作ってないですからこれはもう一回来ないとダメだねっていうことですね、はい、非常に楽しかったです。ああ、風子さん素晴らしい食レポでした、はい、ありがとうございます。そういう仕事来るんじゃないですかね。よろしくお願いします。はい、ありがとうございました、はい、ごちそうさまでした。ごちそうさまでした。ありがとうございました。食いましたね。いや、あら風子さん、はい、ちょっとピザ良かったですね。はい、ピザをいただきまして、うん、大変美味しかったですね。でも今日はさ、はい、まあピザだけ食って帰ろうかと思ってたんだけど、はい、意外とこの塩屋っていうこの町がね、はい、意外といい感じだっていう、はい、こっちの神戸の方ってさ、はい、海と山が近いじゃない、はい、ここもそうなんだね。そうですね、こっちに行ったら、うん、こっちが海、こっち行ったら山というか、いやちょっとこれねいい町だよこれ。そうですね、あのちょっと歩いてみようかな。そうですね、風子さん、風子散歩行ってみましょうか。まずは山というか、いやあのさ、もうここにさ、ちょっと分かりにくいけど、洋館も見えるのよね。見えた。え、なんかちょっとお寺さんもあるっていうからね。行こう行こう。この辺はちょっと坂と階段が結構多い町だ。ああ、町だそうで。いや、町ぶらもできんのお前。やったことないです。さすがやっぱり女も味噌汁近くになるとやっぱりいろんな技術をね。いやいやいや、初めてですよ、うん、今度。うん、こういう壁みたいなのもいいね、これね。石の。いや、はい、あの、聞くところによるとこの塩屋っていう地区にね、はい、移住する人も多いっていう。はい。海外から移住される方。海外の方も多く住んでらっしゃるっていうね。いや、それ分かりますわ。なんかこれ階段今上がってきます。なんですけど、お寺も、それからさっき見たように、洋館も。洋館が。なんかちょっと不思議なね。うわ、かっこいい。階段非常に急ですけど、うわ。へぇー。もう洋館が見える。いや、これは。へぇー。ジブリっぽくもあるような。あるね。確かにあるね。この和洋折衷みたいなね。まずお寺です。お寺もある。安養寺。ちょ、お寺入ってみようか。ここからね、一望できるっつって。いや、綺麗にしてるね。ちょっと海も見えるんじゃないですか。おお。電車も通り。へえ、お寺さん。ああ、なるほど。なるほど。そこがもう左側が駅だからね。そうですね。へえ。アキラッチさんからそう遠くないと。いや、全然全然です。ちょっと。淡路島。あ、向こうに淡路島も見えるね。向こうの陸地に見えるのは淡路島よね。電車が通るとまたちょっといい感じです。いいね。これ山陽電鉄やね。いいじゃん。そっか、こんないいとこあるんだね。へえ。もうすぐそこは山なんだよ。いやー、この洋館かっこいいね。ちょっともうちょっと上上がってみよう。ああ、ちょっと上がってみて。今誰も住んでないって言ってました。へぇ、階段が急なので足元に来てこれですわ。思い出のマーニーとかに出てきた。あったね。ありましたな。
もうちょっとね、今は誰も住んでないということですけど、この洋館があるってことだね。そしてまだ上にはまだ。上行ってみますか。これは海岸だろう。ここね、たくさんあるらしい、洋館が、はい。意外と。それはまた今度。あ、あれが、海苔か。あそこのオレンジの。ああ、先ほど言ってた。あそこで海苔の養殖もしているという。いい街ですね。いいね、確かに。ちょっと観光地ではないけど。そうですね。観光地ではないから逆にいい。大阪からだってね、別に遠くはないし、はい、神戸三宮なんて2、30分、20分ぐらいで行けるし、これはいいや。ちょっと海岸の方に。海岸の方にね。ちょっとだんだんあれじゃないですか、風子さんも年齢的にこう、女一人旅も似合う年齢になってくるんじゃないですか、これ。そうですね。ねえ。ねえ。たまには行かないですか。それはいいんじゃないですかね。いいですね。もうすぐあっという間に高架下に来ましたよ。この高架下を過ぎると、もう海岸沿いに行けるっていう。すぐそこに海が見える。海見えるね。今 JR の高架下を越えて。本当にすぐ。いいね。いい街だね、これ。そうですね、この辺はですね、昔デート講座だったんだそうですよ。鉄板のなんかデート講座だったそうですか。何が悲しくて親父とここを歩かなきゃいけないのかということですけれども、これが海苔のあれなのかな、このオレンジの。あ、そうです。さっき見えた。あ、急にこう塩の風が濃くなった感じがします。うわ、磯の香り、海の磯の香りすごいね。急にすごいです。ああ、これちょっと。おお。あれ、淡路島？右側でしょ？これ、大阪で、これ、紀伊半島じゃないの？違うの？この近く見えない。あ、近く見えない。これ、どこ？この陸が見えるの？まあ、いい街でしたね。いい街ですよ、本当に。ねえ。ちょっとこれは、私ね、一人で行きたいですか。のんびりね。のんびりとっていうか、まあ、はい、私10キロぐらい平気で歩くんで、はい、ちょっとこの街をいつか散策したいなっていうのはありますよ。皆さんもぜひ、ね、ゆっくり、歩くのにはすごい素敵な街。そう。いい街です。で、あの、ね、小腹が空いたら、先ほどのアキラッチさんでね、あの、カルツォーネをテイクアウトしていただいて。テイクアウトしてね。はい、それを食べながら海を眺めるなんていうのもいかがですか、はい、ですね。今日は、はい、父と娘で、はい、ちょっと塩屋というところまでやってまいりました、はい、昔ながらのデートコースをなぜか悲しいかな親父と巡るという。いいですね。じゃあ、まあ、とりあえずね、はい、今回ピザ、はい、ピザをねちょっとお楽しみに、はい、近日発売ということでね、はい、うん、ちょっと一回楽しんでいただきましょう。はい、楽しんでください。はい。ありがとうございました。ありがとうございました。